ブードゥーボーイズのボスと会いたい。手配できる？単刀直入とはこのことだな。だがボスのママンブリジットはそう簡単に接触できる人物じゃない。連中と仕事をしたことは？ボスやら新刊の類とはないさ。崇高な彼らは卑しい私なんかと話をしない。だがどうしてもというならいろいろと当たってみる。そのためにもまずは詳細を聞こうか。連中が欲しがるものを持ってる。ブードゥーボーイズに何か売りつける気か？やめとけ。営業に応じるような連中じゃない。独自の人脈やネットワークを築き、テックも自前だ。まあ好きにすりゃいいが。つてを当たってまた連絡する。ストリートレースのドライバーが必要なの。私のガレージまで来てくれる？ガレージの場所は？アロヨのバレー通り。行けばすぐに分かるはず。分かった。仕事中はいないかもしれないけど、シフト後にはすぐ戻るから。了解。じゃあまたね。よく来てくれた。随分と人目につかなそうな場所を選んだのね。秘密の会合にはうってつけの場所だ。例のお友達は？織田ならもうじき到着するはずだ。そろそろ何者なのか話してくれない？花子様の警護官だ。花子って三郎荒坂の娘で空母でやってきたあの？そうだ。織田の信用を得られれば彼女に会える。その忠実なしもべが私たちを売る可能性だってある。そんなことはしない。誇り高い男だ。荒坂のお偉いさんだもの。そりゃ誇り高いでしょうね。織田はお前のつまらない道徳観に収まるような男ではない。車で来たか。正面から堂々と会ってくれるなら期待できる。竹村さん。織田。これが例のコソ泥ですか？俺の証人 B だ。自分のことは自分で話す。なら話してもらおう。いろいろ知ってるそうだな。現場で全てを目撃した。頼信が父親を絞め殺した。もういい。それ以上言うな。己の死を招くことになるぞ。だが真実だ。花子様には知る権利がある。この町であの方をお守りする。私の関心はそれだけです。危険が迫ってるのか？いいえ。ですが三郎様を称える式典の間は警戒が必要です。その三郎様殺害の目撃者が目の前にいるというのに、お前はくだらぬ式典の心配とはな。血迷ったか、織田。ええ、見て見ぬふりをする気？ええ、私は誓いを立てましたので、それを果たし損ねたあなたとは違う。その言葉後悔するぞ。すでにここへ足を運んだことを後悔していますよ。あなたは今や賞金首だ。この場いつまでくだらない話を続けるつもり？
この場で跳ねて頼信様に差し出さないだけありがたいとお考えください。もし私の立場にいたらどうされますか。迷わず跳ね、その首を即座に頼信に差し出すだろう。織田、なんだ。あいつは荒坂を乗っ取るために自分の父親を殺したのよ。少しは関心を持ったらどう。断る。だがこのまま見逃してはやろう。町から出て行け。再び相まみえた時は容赦しない。二人ともだ。お前も気をつけろ、我が友よ。ここは遠い異国の地だ。これでいい。荒坂やろうとつるむなんて一人で十分だからな。まあやるだけやったね。ああ、そうだな。そして有益な情報も手に入った。え、それはどういうこと。織田のやる話、式典の後は東京に帰るはず。わからないか。式典だ。会うとしたらそこしかない。どうにかして花子様のもとにたどり着ければ。まずは綿密な下準備が必要だ。ジャパンタウンの詳細な地図を入手しなければ。ちょっと待って。次はお前のつての番だ。頼りになるフィクサーを知らないか。若子岡田、ジグジグストリートのパチンコ屋のオーナーよ。では早速会いに行くとしよう。一緒に来るか。ええ、そうする。してるの。ああ、だが急にどうした。ただ聞いただけよ。いつも何か目的がないと話せないの。これはすまない。誤解させてしまったようだ。なんていうか、そのような質問には慣れていないものだ。俺みたいな輩は順調にやってるか墓の中にいるかのどちらかしかない。荒坂の動きはつかめてる。テレビから推測できること。ハローナイトシー、毎度おなじみスタンダー。さて、こいつは下がってた。この音、日本を思い出すな。どう、落ち着きな。あれ、あんたなんや、えらい誤解しとるようやな。あんたのチームを襲ったんが誰や知らんけど、クローズやないのは確かや。うちのコーラは部をわきまえとる。堪忍、もう切るで。お客さんが来はってん。いいやないか。わざわざこんな店までよう来たな。若子、久しぶりね。どないした。何しに来たんや。そっちのええ男は誰や。
たまたま一緒に仕事をしてるだけの相手よ。五郎竹村です。お会いできて光栄です。あら、えらい紳士的やないの。気の毒やな。聞いた話やと荒坂の兵隊班に追われとるんやろ。 B、 なんでうちに連れてきたんや。今すぐ叱るべきとこに通報せん方がええ理由があるんやったら言うてみ。金よ。エディは大好きでしょ、若子。たんまり儲かる仕事の話がある。単純でしょ。ええやろ。ほなら要件言うてみ。電話ならいつでもできる。ジャパンタウンでパレードがある。その情報が欲しいの。また荒坂絡みかいな。仕事熱心なのは構わへんけど、なんでわざわざうちとこに。ミスター・デショーンは電話に出えへんかったんか。この界隈の全てを把握してる若子を見込んで頼んでるの。サブロー・アラサカを忍ぶ大規模なパレードなら、あんたも何かしら絡んでるんでしょ。あんなやつ誰が忍ぶかいな。今なんと。まあ絡んではいる。このチップに入っとる。それをいくらで。今はその持ち合わせが。せやろな。ええわ、ただでやる。岡田さん、いくらなんでもさすがにただというわけには。いるん？いらへんの？ジャパンタウン、パレードの間は地区全体が封鎖される。メインとなるのはダッシュの行列や通りの上空をこっちに向けて通過する。パレードのルート沿いにはバルコニーや歩道橋、他にも見晴らしのいいポイントがある。主賓の花子荒坂は一番大きなダッシュからスピーチを行う予定になっとる。せやな、具体的な場所はここや。警備についての情報はあらへん。まあ言うても最近いろいろあったし、それなりに厳重やろな。前回のパレードでは荒坂のやつらが身分を偽って群衆に紛れとったわ。そこら中に狙撃手やドローンがおるのは当たり前。それだけでも十分厄介やけど、少なくとも一人はネットランナーがおるやろな。街の監視カメラを使うて隅々まで見張りよるやろ。メインアクセスポイントはここ。自動化された制御センターや。うまいこと利用できるかもしれへんな。ダッシュの行列がジャパンタウンを出たらパレードはしまいや。後に残るんは誰も片付けへんゴミの山っちゅう話やな。とまあこんなところや。十分です。ほんならもう帰ってんか。ありがとう若子。岡田さん、オンに来ます。サンドラ・ドーセットの件だけど、何か忘れてない？忘れるわけないやろ。人が話しとるやないか。聡明で魅力的な女性だ。これで肝心な情報は大体手に入ったと言えるが、念のためもう少し調べてみる。ここに残っていくつかつてを当たってみるとしよう。何か新しいことが分かったらすぐに連絡する。ねえねえ、レインボーペッパーはどう？パープルヘイズ。
いい加減認めたらどうなの。全部あんたが仕組んだんでしょ。おかげで私は何もかもなくしたんだ。人のせいにしない。自分のケツは。ふざけないでローグ、何様のつもりよ。あんたも気をつけるんだね。